ベルルは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属する市である。この町は2015年に1月14日から、バルファールスシュタットというソエナを公式に名乗っている。ベルルは、ザウーラント、ミュンスターラント、ルール地方、ヘルベークの間の交通の便が良い肥沃な土地である、ベルルーナよやに位置している。市内の最高地点は、 南部に位置する市の森の海抜228.4メートルである。最低地点は市の北部豊富フ,フレル家の海抜73.1メートルである。ベルール市はベストファーレンボン地の南端に位置している。このため、地域の地形はほぼ平らであることが特徴である。ただし、市の南部は急速に上っている。ここには中引く山地のハールシュトラングが伸びており、 丘陵上のザウアーラントと盆地とを切り離している。ハールシュトラングを超えた南部にはベルルノ市の森が広がっている。ここは密な木々によって覆われた唯一の土地でもある。盆地の地域は工作地が形成されている。本市の周囲は4 7 5トル南北の幅は9 5トル東西の幅は1 2トルである。周囲が 田園に囲まれているのに対して、本市では工業、商業、サービス業が盛んである。この地域の中級中心都市としてベルルは、一方では職場を提供しており、他方では広範な学校、市民大学による社会人教育、屋外プール、私立図書館、絵画学校、音楽学校、市の歴史博物館、地域を超えて重要な民族博物館、 歴史的旧市街を備えている。地区ベルル市には、以下の地区が含まれる、本市の2015年12月31日現在、の人口は3638人、このうち女性は14957人、ヒドイツ人は3234人である。ベルル市は、ゾースト軍の西部に位置しており、そのホルトゥム地区は、ウナ郡との西の郡境を形成している。北は、 ヒルベック地区とゼンネルン地区が、軍独立市のハム市のリネルン管区と接している。やはり市の北部に位置するゼンネルンとニーダーベルクシュトラーセの両地区も市境に面しており、ベルバーのシャイリンゲン、イリンゲン、フレルケ地区と接している。東はマービッケ地区が、ゾーストのオステンネン地区と市境を形成している。ベルルの南西に隣接するビッケでのキン金源、トクトの間は、 ベルルの市の森が隔てており、南東部にはエンゼノ・フィールハウゼン地区が接している。南の市境はむねハールシュトラングに沿っている。紀元前最初の定住地跡は、早くも紀元前3000年頃の時代のものであると同定されている。古代から交通の便が良く、大きな多くの森があり、水が豊かで、さらに重要な塩分を含む泉源が、定住地の発展に有利であった。 最初の定住者は、戦隊分土器文化の担い手であった。彼らは、ザルツバッハ沿い、現在のザリーネンリング沿い及び現在の馬通り地区に定住した。定住地が拡大したことは、いくつかの東変、火打ち石や焼けた跡のある道具あるいは柱穴によって証明されている。人々は簡単な木組みの家に住み、様々な穀物を栽培する農業を営んでいた。家畜は牛。 豚、羊、ヤギ、あとには、馬も飼っていた。ベルルの南部のブルフスアッペルホーフの裏手にも戦隊、分力文化の定住地があったことが、発掘品から証明されている。列船文化の定住後も市内で4カ所見つかっている。二つは、市の森の中のシャイリンゲン付近にあるメルスターベルクの丘陵地。二つが、市周辺部のヘルベーク平地にあった。ベルルの市の森の中にある、 青銅器時代の墳墓も古い入植地を示すものである。軍事施設建設時の緊急調査で、いくつかの墳級が掘り起こされ、出土品のリストが作成され、模範的な多層的資料が作成された。ベッカー通り沿いの発掘では、ローマ時代以前の鉄器時代末期の簡素な陶器が出土した。この王道を焼いて作られた台は、炎の中に置かれていたもので。 塩水を気化させる陶器の壺置きとして利用されていた。これは本詩の塩製造を示す最も古い証拠である。紀元後850年頃にリーテムでの塩の製造が初めて文献に記録された。本詩はハールストラングの北向きの張り出し部に位置しており、城塞には理想的な立地であった。ベルル博は900年頃にメシェデからベルルに移り、 ベルル城を建設した。白はその後さらにアルンソベルクに移った。その影響はドイツの皇帝一族にまで及んだ。950年頃に十字型の平面図を持つ私有協会が設けられた。これを建設したのはヘルマン一世白であった。その基礎は発掘調査がなされた。この協会は1197年にアルンソベルク近郊のプレモンストラート会。 ベディングハウゼン修道院に寄進された。ヘルマン一世は、ゲルベルガと結婚した。ゲルベルガは、ヘルマン一世の死後シュバーベン対抗ヘルマン二世と結婚し、後の子をヒギーゼラフォンシュバーベンの母親となった。ベルルハクヘリマンとその母ゲルベルガフォンブルグンとの名が千年に文献に記されている。ベルルは千二十四年に、ワーラという表記で初めて存落として記録されている。 この村落は有力な白化一門の所有地であった。ワーラという名称の後半部分は多くの森にこの町の原型が作られたことを意味している。この年に皇帝ハインリヒ2世が成居した。後継者にはザリエリ家のコンラートが選ばれた。彼は皇帝夫を一世の娘リュートガルデのひ孫であった。コンラートの妻、ギーゼラは ベルル博ヘルマン一世の博妃ゲルベルゲフォングル軍とがシュバー・ーベン公と再婚した後に設けた娘であった。このため、ヘルマン一世とゲルベルゲとの間に生まれたヘルマン二世、フォンベルルは皇帝コンラート二世の義兄にあたる。ハインリヒ・フォンベルル皇帝と教皇との間の女人権闘争は1085年に皇帝側についていた博家を直撃した。 ベルル博ハ,ハインリヒがパーダーボルン司教に指名されたのである。ハインリヒの兄弟であるルポルトとコンラートは白領を同じ広さの幹区に分けて統治することとした。ルポルトはベルル博、コンラートはアルンスベルク博となった。ベルルで鋳造された最も古い1092年頃の効果はベルルアルンスベルク博コンラートをかたどっている。ルポルト博は1100年に ケルンの教会に所領を寄進している。ケルン大司教は、ハクの教会の他に、ニコラウス礼拝堂を建設した。司祭、アルベルトスが文献に記録されている。これが、最も古い司祭の記録である。ベルルの教区教会は1197年に、アルンスベルクハクによって、ベディングハウゼン修道院に寄進された。ベルルの司祭は、1803年まで修道参事会が、 指名していた。リーケンベルクカオンベルル村は、ケルン大司教エンゲルベルト一世によって1218年に都市圏を授けられた。1246年に初めてベルルの声援業者が記録されている。1272年にベルル市にリベラルな流天法が授けられた。中世の動乱の中でベルルは常に様々な領主間の前線基地とみなされており、 このためしばしば破壊され、市民はこれを根気強く復興した。そうした中、マルクハク・エイバーハルト一世の軍勢が、1288年のボリンゲンの戦い後にこの町を占領し、破壊した。この町は規模を小さくして再建された。これが、現在の旧市街にあたる。九州や焼き打ちによる破壊は、都市警官の絶え間ない刷新をもたらした。 現在の首席主催座協会、セイバルブルガ協会、リーケンベルク館及びいくつかの石像建築をはじめとするわずかな建物だけが大きな損傷を免れた。13世紀末から市は三次会制度に基づき統治を行った。三次会には二人の市長と十人の三次会員が参加した。これらは、製援業者、商人、パン屋、農民の四つのギルトから選出された。 声援業者は市長一人と参次会員五人を選出する特権を有していた。これによって生じた緊張状態は1725年に帰属化した声援業者がこの組織体制から脱退するまで続いた。ベルル固有の法律に関する最も古い記録は1324年2月25日のものである。 ベルルは1326年3月16日に大司教のシロリに対して他のベルル市民と同様の税の支払いと警備作業への参加を要求した。1326年5月2日、参次会はビューデリヒャーモンの前にゲオルクス病院を開設した。ベルルの視聴者は1327年2月15日に初めて記録されている。 声援業者と他の3つのギルドとの間で紛争が起こった。これは三次会の議席配分をめぐる争いであった。1382年2月16日に大司教、フリードリヒ3世がこの争いを仲裁した。声援業者は他のギルド製員と同様の課税及び警護業務に対する対価として固有の裁判権を有することとなった。 ケルン大司教とマルク・ハクトのフェーデによってこの町は1389年に破壊されたがすぐに再建された。ベルデ製園業者の使者として飛脚は、例えばフレルケやコルバイ、さらにはケルンにまで使いした。使者は職業の証としてドリュッセルシルトと呼ばれる死の紋章をあしらったものを胸につけていた。これが郵便制度の先駆けとなった。 1428年5月4日の豪雨による洪水で大きな被害を受け、家具は家から押し流され、家畜が溺れ、死壁が倒壊した。市は1437年にベストファーレンの騎士や都市の世修了統合を受けた。1444年から1449年までのゾーストのフェーデでは、ゾーストと対立したケルンダイ司教に味方し、 大きな敗北と損害を被った。大司教はベストファーレンにおける宗教裁判所をゾーストからベルルに移転することでこれに報いた。ベルルで都市に6回マーケットを開催する市場法は1460年に発行した。市長フーノルトグレーベは1481年と1482年に三次会における声援業者の優位を打破しようと試みた。 ケルン大司教は1485年11月10日にこの争いを仲裁した。彼は古い習慣に基づき声援業者が三次会の議席の半数を占めることを正当であると認めた。この町は1486年3月2日に火災によってその半分が破壊された。古くからの監修であったベルルからゾーストへのウルリヒスパレードは1504年に 最終的に中止された。その原因は、ゾウストのフェーデでのゾウストとの敵対関係であった。宗教改革の兆しとして、1515 15年12月7日に、大司教の大官に対する反乱が起こった。指導者たちは大司教ヘルマン五世によって処刑された。ベルルの重要な社会団体カランツ兄弟団が結成された。ベルルの製造金星の都市の発展は、 様々な事件の影響を大きく受けた。大司教ヘルマン5世は1522年頃にベルルの上官を建設した。資産次会はシモンを建設した。1518年にペスト家が街を襲った。1528年にもペストが流行し、かなりの犠牲者が出た。1549年4月22日に死のおよそ半分が消失した。 1550年3月13日には、ツインマークネヒトのゲルトバルケンが町に放火した。この火災で107棟の家屋が焼失した。放火犯は、シュタインクーレで処刑された。1580年から1581年のペスト下では、約2200人が死亡した。ケルン大司教ゲプハルト一世、ホンバルトブルクは1583年に、 ベルルでのカトリックの宗教活動を禁止した。被災のベルンハルト・テューテルは捕らえられそうになったが、逃亡して、逮捕を免れた。彼は後にベルルの被災に復帰し、主席被災座教会に葬られた。ベルルは1584年に再びカトリックに復した。1586年にマルテン・シェンクフォン・ニデクケンがこの町を占領した。彼は、 退却前のベルル近郊の戦いで、ベストファーレン号の軍勢に勝利した。1613年と1617年にも、ペストが流行し、かなりの死者が出た。ヨハン・フォン・ゲッツェン将軍が率いる、カトリック軍が1636年9月29日に、ヘッセン兵を追い払い、町で略奪を行った。彼らは再びこの町にペストを持ち込んだ。 カプチン会は1645年にこの町に進出した。1657年3月4日夜の火災は2時間のうち225件の家屋、42棟の使用層、30棟の納屋を焼いた。市長のカスパーゲッテを代表とする三次会は今後3月4日には火災のパレードを行うという誓いを1657年3月21日に立てた。 1661年、カプチン回収同士が12世紀から、ゾウスとのビーゼン教会で崇拝されていた、マリア像、ベルルの製造を公開し、製造への巡礼を組織し始めた。これ以後数え切れないほどの巡礼者がこの聖母像の元を訪れた。1673年に、ブランデンブルク軍がこの町を占領したが、得るものなく再び退却した。 この町は製塩業によって経済的流星を得たが、これ以外の手工業者や町に守られながら、私壁の前に農場を有する町農民も発生していた。魔女裁判1630年頃の魔女狩りの時代には、魔女審問官のハインリヒシュルトハイスがベルルでの魔女裁判を執行した。20人の魔女裁判の犠牲者が記録された不完全な魔女の家系リストが、 回想と警告のために残されている。魔女として告発されたおよそ70人の女性が家計に処された。ベルル市議会は2011年12月15日に魔女裁判の犠牲者に対する社会的名誉回復を満場一致で宣言した。1647年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたベルルかつての白の城塞跡に建てられた市教会と 大きな丸くと広場が町の中心を形成していた。シモンはこの中心からそれぞれほぼ同じ距離にあった。この防御を固めた町の平面図はほぼ中央で交差する2本の通り沿いに形成されていた。この2本の通りにはそれぞれシモンが設けられていた。最も重要な建物は1519年に建設された剪定校の上館でこの城は同時に 都市防衛施設の一部となっていた。四つの指門にはそれぞれ紋章が掲げられていた。市場の開催日や特別な機会には、門、境界等、視聴者に遠くからも見えるように旗が形容された。門の近くでは、多くの通りや小道が合流しており、何本かの通りは街を通り抜け、素早い往来を保障されていた。シュタイナー通りなどいくつかの通りは舗装されていた。 ヘルベークの交差点のエンゼ川には民衆がローレカークと呼ぶ聖母教会があった。この建物の近くにはおそらくダンク修道院が存在した。この修道院は1563年にレビン・フラウエン・ケクという表記で初めて文献で確認できるが、教会自体はこれよりもかなり古い。教会は大きく美しく改築された。 1661年の巡礼図には中に金が吊り下げられた塔が描かれている。1629年にセウルズラが守護聖人とされパーダーボルンで購入されたピエタ像が広場に設置された。南側の付属の建物は巡礼者や旅人に保護や休憩の機会を提供した。これを解体する際、ケルン大司教はこの場所に聖人像を祀る。 礼拝堂を建設するよう命じた。市は、精神活動に適した礼拝堂を建設した。ヘルベークからシュタイナー門に至る通りは、シュタイナーシュタインベークと呼ばれ、シュテンクーレンという大きな採石場に通じていた。クロイツカンプには、シュタイナー方府の古い集会広場があった。この広場は、公共の空き地とされ、十字架とベンチが設けられていた。 ヘルベークソイの通行者団機の近くに監視小屋があった。それはここを通る商人、運輸業者から通行税を徴収する場所であった。その西側には1311年に建造された礼拝堂を持つアントニウスの家があった。ここに住むジ者は寝室と食事を提供していた。ジ者はビールを醸造し町の家畜のための資料を集めた。ビッケダー通りと ヘルベークトン角に1935年に十字架が建てられた。これは製造を祀った祠を記念するものであった。1667年の聖母の訪問のパレードの変更に関する記録は以下のように記している。巡礼はアントニウスのようから聖オルギー礼拝堂へ進み、さらに700歩。そこで同じように短い祈祷を唱え、 貧しい病人やレプラ患者に施しを与える。この礼拝堂は老人世療院に属していた。世療院は病気の旅人を手当てするために1330年に設けられた。その後この建物はハンセン病患者や他の病人の住まいとして利用された。敷地内には多目的に利用される建物や洗濯小屋には墓地、泉があり、辞書は壁で囲まれていた。 礼拝堂の塔からは、ヘルベイクの旅人を観察することができた。リーベフラウエン通りの外る前には、ブドウ畑があったが、ワインの品質については伝えられていない。ブドウ栽培はおそらく14世紀後半に遡る。その頃は、穏やかな気候であった。ハウプト通りには主に職人、運送業者、商人、宿屋、飲食店が、店や住居を構えていた。 町の名詞やロリもこの辺りに住んでいた。後に製援業者は主にザルツプラッツや郊外に移り住んだ。内市街よりも人が少なく、火災の危険性が低いためである。ロリもそれと同じようであった。パン屋はベッカー通りで営業していた。川なめし、職人、ビール醸造業者、染色職人、織物職人は水辺に集まっていた。マルクト広場の中央には、 ペテロの像がある泉が設けられていた。晒し柱は、重い刑罰を受けた罪人を晒し者にするために、用いられた。ゾウストのものと似た経具の吊るし境内は、現在のザントガッセの池のあぜにあった。いくつかの小売商店が、マルクト広場を縁取っていた。ロ門が、マルクト広場と、教会広場とを分けていた。ケルバー・マルクトに面したセーラーウレンティウスと、 セイリーザベとの礼拝堂を持つ病院は1320年に初めて記録されており、1961年に取り壊された。その場所には2006年までフィッカーマン社の社屋があった。病院の近くにベギン会の会館があり、信仰心の厚い女性住民たちが女性宗教団体を形成していた。そこでの仕事はろうそく作りであった。 この建物は20世紀末に取り壊された。生魚よるクレイハイドと固有の墓地を持つ、老人セ療院及び宿舎と礼拝堂を持つアントニウスの世は、市の防衛施設の外側のヘルベーク沿いにあった。ベルルの風車、ハールシュトラングからの小川はいずれも、市街地に向かって流れており、こうした豊かな水源のために洪水が繰り返し起こった。洪水から守るために、 住宅地の周辺には水路システムが設けられており、効率的な排水がなされ、同時に雑用水や消火用水の水源にもなっていた。この水は市の周囲に巡らされた市の堀や大きな池、ザルツバッハ川に流れ込んでいた。飲用水を確保するために170カ所の泉が設けられていた。括弧に固有の泉や井戸はなかったため、 泉の水を管理する共同体が形成されていた。市内には池や家畜用の水飲み場があり、消火用水や家畜の飲み水として利用されていた。市壁外にも池や家畜用水飲み場があった。市は水車1機と風車2機を運用していた。このうち1機が現存しており、保護文化財に指定されている。住民の食料を確保するために市は 様々な建物に食料を保存していた。これは特に戦争時の包囲戦や協作の時には重要であった。いくつかの大きな倉庫がこの目的のために建造された。穀物は市聴舎や教会の屋根裏あるいは正十字架等に保管された。その他の物資保管は住民により、菜園や果樹園の施設で行われた。上官の兵士も独自の菜園を有していた。 土地は通常作、壁、あるいは池垣で囲まれていた。こうした壁のいくつかは市内に現存している。ゲンゼフェーデ礼拝同士は、市壁の外にフェーデンと呼ばれる工作地を有していた。この土地は、家畜の牧草地、放牧地として住民に利用されていた。現在も当時の用途にちなんで、ゲンゼフェーデ、ドイツ語、ガンス、イコールガチョウの複数形と呼ばれている。 聖、ゼバスティアヌス及び聖、ファービアン射撃兄弟団ベルルの農場管理者によって管理されていたフェーデンは分割され、複数の管理者によって運営された。旧メルスター門の向かい側にあったゲンスフェーでは、メルスター農場のサイジャープラッツでもあった。ここには裁判所もあった。1594年の文書にその様子が記述されている。この場所には古いしきたりに従って、 食材の十字架が設けられていた。ゲンゼフェーで礼拝堂は当時のパレードにおける四つの主要な経由地の一つであった。創建したのは聖堂三次会員で男爵のヨハン・ファインリッヒ・ホンゲルツェンであった。礼拝堂の西側面に彼の紋章が掲げられている。ザルツプラッツは声援のための重要な場所であった。発掘調査の結果その起源はハルシュタット時代にまで遡る。 塩は、自家用だけでなく、集落外との交易に用いられた。生炎の敷地は、地域の北西部ほぼ全域を占めた。17世紀まで塩水は、市壁内で採取されたのだが、その後市壁外の現在のクアガル天周辺でも、採取された。塩水はいくつかの射伏所に運ばれ、市場化装置の壁面を流れ落ち、水が蒸発する。残留物は、 大きな射仏釜で射仏される。かつては20件の製塩業者が射仏する権利を有しており、それぞれの割り当て分の射仏作業を行っていた。このためザルツプラッツには、数多くの市場化装置、射仏小屋、保存、乾燥小屋などが設けられていた。最大の泉、ミハイリスブルンネンが、この敷地の最も高いあたりにあった。この泉には、 木製のトイが取り付けられていた。この他ザルツプラッツには、ザルツバフ派の石炭及び、資材倉庫の作油水車、名や、生炎労働者のための住居といった建物があった。塩の生産は3月から12月まで行われ、それ以外の月には、必要な保守作業が行われた。ザルツプラッツは、死壁で守られておらず、防御策で他の新域と隔てられていた。 乗り物は遮断機を通って行き来していた。市内の通りは一部しか舗装されておらず、他の部分は砂利や砂が盛られ、灰や板敷きの箇所もあった。他の通りは排水口が設けられているだけで、雨天には泥だらけの状態となった。この集落の地理的好条圏によって溢れた水による不利は比較的早く修復された。この頃、洪水が何度も起こり、家畜がで騎したり、 工作地が壊滅したりすることもあった。同時に、ネズミの害が起こり、猫や犬を飼うといった対策はほとんど成果を上げなかった。これにより、食料を不足が続いた。13世紀第一四半期のベルル市創設に伴い、生炎業者の特別な権利を有する共同体への変化が市民の中で起こった。彼らは、領主や皇帝から与えられた特権を行使し、ベルルの死を、 泉源を管理下に置き、1627年には新生園工場を吸収することで、専売権を獲得しようとする領主の桑立てを、頓挫させてきた。市内では、厳格なメンバー管理がなされた、世襲生援業者が、支配階級を形成し、彼らが主張する特別な地位をめぐって、他の市民と激しい紛争が繰り返された。こうした、内市外の反目状態は、 1708年に世襲生援業者が帝国騎士に助せられ、1725年に都市の自治体運営から離れて地方貴族になったことで収束した。1738年に火災が起こり、シュタイナー通りのグロッケン薬局からグロッケン旅館までの43件が消失した。大きな損害を出した火災は他にもあり。 1744年5月17日から18日にかけての夜には放火によってケムパー通りの44件の建物が焼失した。放火犯の20歳の仕立て職人はオルペで処刑された。1750年には家畜小屋から出火し、約900棟が焼け、513人が犠牲となった。被災者は5年関税の支払いを免除された。 1756年から1763年の7年戦争で、死は大きな損害と多くの死傷者を出した。1761年のフェディングハウゼンの戦いでは、ベルル城が破壊された。この城間は、その後再建されなかった。ベルルは1803年に世俗化されたベスト・ファーレン公領と共に、ヘッセン・ダルムシュタットハクの支配下に置かれた。 この町は1816年にプロイセン領となった。1900年頃のヘイフェファブリークベルルでは19世紀に急速な発展が始まった。最初の工業系企業と鉄道網への接続がそれまでの農業都市に活気をもたらした。当時の重要な工業系企業が上流種製造業から発したヘイフェファブリークブルフであった。この会社は20世紀の初めまでこの町の最も 重要な地元工場であった。ヘイフェファブリークは1909年にカイ・ブルフエ g ジーに改編された。1973年まで b 1号線でこの街を通り抜ける途上に特徴的な建物があった。その建物は一時期ヨーロッパで最も高い建物とみなされていた。1855年、ゾースとドルトムント線の駅が市内に設けられた。 国家社会主義の派遣国家社会主義の時代は、ベルルにもその痕跡を止めている。1933年5月28日にベルルの突撃隊第32-98大隊がゲンゼフェーデに旗を掲げた。ゾースト、ベルバー、オステンネン、バーとザッセンドルフからの突撃隊員がゲストとしてやってきた。慶応は地域指導者である、 ハーゲンのシュルテヘルマンが取り仕切った。ヒトラーの権力掌握に伴い、ベルル出身のフランツフォン・パーペンがドイツ国副首相に就任した。この時代の最大の出来事の一つが、アドルフ・ヒトラー、パウル・フォン・ヒンデンブルク、フランツフォン・パーペンへの名誉市民の称号授与であった。パーペンは個人的に式典に参加した。1933年8月23日、 数千人の突撃隊及び新兵隊が現ゼフ笛デに集中体系で整列した。周辺地域のほとんどすべての地元クラブもパレードを行った。パーペンは十五時頃に姿を現した。式典の後、彼は住民たちの観光の中、市内を練り歩いた。町は通りをまたぐアーチ、花飾り、旗やハーケンクロイツで飾り立てられた。九百三十三年、 ベルルには37人の世襲農場所有者がいた。彼らはバゲルと名乗る資格があった。大土地所有者や貸し農園の所有者などはランドワートとだけ称することができた。1933年9月にドイツ食料同盟が設立され農業製品を生産、加工、販売するものがこれに属した。その原則は共同体の利用を 個人の利用に優先させることであった。1936年の空軍基地開設記念パレード1936年のベルルク軍基地1920年代今つに滑空競技を愛好する市民がドイツ滑空競技連盟ヒルフスワーク・バウカースのもとで利益共同体としての活動を行った。彼らは1934年に オーベラー・シュタイナー通りに活動拠点を設け、理論的な航空教育を実施した。参加者は、自前のグライダー飛行機を製作した。1935年3月3日、エルスター・ホンビル・ケンバウムと、ハール・フォーゲルが公開された。このグループは1937年に、ナチの航空隊に編入された。1938年3月、オーストリア併合に関する住民投票の際、 一つの民族一つの国家一人の指導者や、あなたの票を相当に。そうだ。といった横断幕が貯蓄銀行の建物に掲げられた。投票日夕方の松明行列で燃え尽きた滝木の山が丸くと広場の建物前に積み上げられた。この町の有効投票数5451票のうちヒトラーへの賛成票が5451、反対が53。 危険は3秒であった。ベルル刑務所の約2000人の習慣者が軍事品を生産した。そのために刑務所の敷地内に当時ドイツ最大のホール、フェルハレが建設された。有罪判決を受けた犯罪者は主に機械工作に従事した。政治犯は特別な機械での労働に配属されず、しばしば刑務所間を移送された。戦後このホールは解体され、 国外に運ばれた。習慣者の高い死亡率と木材不足のため、クラップ管が開発、製造された。葬式の間、この棺は掘られた墓穴の上に置かれ、棺を持つ人が機構を操作すると2枚の底板が開き、遺体は油紙に包まれ、あるいはそのまま墓穴に落とされる仕組みである。この棺は繰り返し使うことができた。ゾースター通りのドマークは、 従業員1000人以上の大きな兵器工場であった。この工場は1941年頃に完成した。ここでは起爆装置や榴弾が製造されていた。男女約600人のソビエト人がここで強制労働に従事させられた。寝泊まりは近くの柵で囲まれたバラックであった。地元ではこの収容施設をドマークバラックと呼んでいた。 広さ約1.5ヘクタールの敷地に全部で10棟の居住小屋、作業小屋、監視小屋があった。6棟居住小屋は広さ480平方メートルであった。監視小屋には射撃練習用スペースがあった。収容所の建設費、運営費用、食事の提供はドマークが行っていた。有刺鉄線の柵は高さ2.5メートルで、コンクリートの支柱で支えられていた。 労働者は時々監視付きで衣服の上の見える場所に東のマークを付けた上でグループでの外出が許可された。しかし住民との接触は許されていなかった。一般住民はこの収容所に入れなかった。戦時中プロパガンダ用映画館として利用されていたウニオーオンザールは住民に知られていた。ここでは KDF の娯楽イベントが数多く開催された。 戦後ここには、ウニオンベルクが入居した。このホールは私的なイベントにも利用された。第二次世界大戦1945年に、アメリカ軍が撮影したベルル飛行場をこの街は、第二次世界大戦中、何度も被害を受けた。最初の爆撃は1940年7月14日で、ヘルマン・ゲーリング通りの家屋数軒が損傷した。 1944年4月19日には、アメリカ軍のベルル軍事飛行場周辺に対する攻撃で132人が死亡、134人が負傷した。約60機の飛行機が3波に分かれ飛来し、約10分間に約2000発の焼夷弾と1200発の破裂弾を市内に投下した。これらの爆弾の大部分は飛行場の敷地や周辺の空き地に落下したが、 それでも233棟の建物が破壊または損傷した。1944年4月22日にはハム攻撃のために飛行していたアメリカ空軍の B-17 が降射砲の射撃を受けベルル近郊に墜落した。戦争中、市内に多くの野戦病院が設けられた。野戦病院はフランシスコ・ウルズラ回収動員、オーバーベルク州で、 オーバーシューレフュアユーゲン、マリアネン病院、エクセルチティエンハウス、寄宿学校にあった。野戦病院の屋根には赤十字が大きく描かれていた。ギムナジウムは終戦前に爆撃によって破壊された。1945年4月8日、アメリカ軍の第8機講師団の兵士がこの町を占領した。戦闘は行われなかったが、連合軍の射撃によって30人が死亡した。 戦後、この町はイギリス占領軍に移管された。ベルル刑務所は戦争当時ドイツ国際大の刑務所であった。二両の戦車が門前に達し、方針を刑務所に向けた。これにより刑務の管理官は降伏した。戦後最初のこの施設の町にはカナダのポリアー将軍がついた。戦後1945年4月中旬にドイツ空軍は ベルル空港を放棄した。その後すぐに住民たちが群れをなして馬車、荷車、手押し車で押しかけ、施設を荒らした。倉庫の一部にはウールの毛布、深鍋、陶磁器、パラシュート用の木の布が保管されていた。地下貯蔵庫にはあらゆる種類の食料が蓄えられており、柴たく間に盗まれた。ベルルでは1945年6月15日に、 イギリス陸軍ライン軍団が指揮権を引き継ぎ、本市はイギリス軍管理地域に属すこととなった。市の司令官はゲッティング少佐であった。イギリス軍はかつて市の監督官であったハインリヒレナルツを市長に選んだ。イギリス軍事政府は1945年9月22日に委員会の組織を命じた。委員会は司令部の監視下で、 自治体の政治的利害を決定することとなった。1946年9月15日に、ベルルで戦後初めての民主選挙が行われた。また、同じ日に市長選挙も行われ、テオドールのテバウムが市長に選ばれ、前任者のレナルツは事務総長に指名された。この時代の解決すべき主要な問題は、食料不足、住居不足、暖房の供給、 および避難地下であった。1945年から1946年にかけて故郷を追われた多くの人々が時には1日に400人もこの町に流入し食料事情が危機的状態となった。合計3000人もの難民やきつい放射がこの比較的小さな町の避難所に来たのである。多くの人はかつて強制労働者が住んでいたドマクバラックや 飛行場の旧兵舎に住んだ。かつてのナチの主要人物に対しても余剰の重空間を譲渡することが義務付けられた。占領国令戦中、本市はベルギー軍の中屯地であった。この部隊はベルル空軍基地に駐留していた。アメリカ陸軍軍第四野戦砲文献隊も敷地内に兵舎や核兵器倉庫及び通信等を有していた。 1947年1月10日、市議会議員集会が職人会館で開催された。出席したのは、ベルギー占領軍の設営担当将校及びドイツの住宅局の役人であった。立ちのかせる500人を選ばなければならなかった。ベルギー軍のための住居が必要であったためである。家財を含め74件、349室が、 ベルギー人家族のために接収された。いくつかのホテルから49室が強制収容された。ゾースター通りのドマーク住宅地には8棟49室があった。ベルギー司令官はかつてのドマーク管理者の住居に住んだ。ベルギー兵の家族たちはクックラーミューレンベークやブラバンター通りに彼らのために建設された住宅やラインハウスに移り住んだ。 1960年頃のカナダ人居住地ベルルの森には1953年から1970年までカナダ軍部隊が1970年から1994年まではイギリス軍ライン軍団の部隊がビクトリア兵舎に駐屯していた1971年には約4500人の NATO 関係者がベルルに住んでいたこれらの人々の購買力は この町の重要な経済ファクターであった。カナダ軍第22王立連隊にベルル市から公民権、ドロワデスサイトが与えられた。この権利はこの連隊に対して銃剣の所持、旗の形容、ベルルを更新する際の軍楽隊の演奏を認可するものである。この権利によりカナダ人部隊は初めて自らの風習を行うことができるようになった。 自治体新設内務省の発議によって、1969年7月1日に、ゾウスト軍が新設された。それまで、アムト・ベルルに属す独立した町村であった、ビューデリヒ、ブート・ベルク、ホルトゥム、マービッケ、ニーダー・ベルク・シトラーセ、オーバー・ベルク・シトラーセ、ベステンネン及びアムト・ブレーメンに属していた、マービッケ、ウナ軍に属していたゼネルンが、ベルル市に合併した。これにより、 地域面積は24.78平方キロメートルから66.38平方キロメートルに拡大した。人口は5600人増加した。1975年1月1日に、それまでリネルンに属していた人口約850人、面積9.96平方キロメートルのヒルベック、地区がこれに加わった。 9マリエンギムナジウムは大規模な増改築の後、1969年に新たな視聴者となった。この新視聴者の公式な引き渡しは、1971年5月15日になされた。ベルルには数多くの宗教団体が存在している。以下のリストは、網羅的なものではなく、ベルルに礼拝施設を有している、または有していた団体を挙げている。 キリスト教住民の大部分はカトリック、または福音主義のキリスト教徒である。しかしそれ以外のグループ、新首都派教会があり、かつては自由福音主義教会があった。それぞれの団体がベルルに教会、または礼拝施設を有している、または有していた。ベルルのキリスト教会には以下のものがある。巡礼のバシリカ、聖母の訪問教会カトリック教会宿部には、 以下のカトリック教会及び礼拝堂がある2005年4月からベルル・セイバルブルガ主席司祭教区とベステン年制、セツイリア教区からなるカトリック教区連合が形成された。この教区連合の新設はパーダーボルン・ヒロツカサ教によって行われた。これは聖職者不足のためにすべての教区に固有の司祭を任命することができなくなったためである。ベルルの聖ノルベルト教会と 聖ペター教会、ビューデリヒの聖クニベルト教会、ゼネルンの聖アントニウス教会も第二の教区連合を形成した。この教区連合は書類上は存在しているものの実際には活動しておらず、すべての教区に固有の司祭が任命されている。福音主義教会ヒルベック、福音主義教会イスラム教ベルルのモスクベルルでは、ムスリムが約1000人とキリスト教徒に次いで、 多く住んでいる。最初のモスクは、メーラー通りの礼拝所であった。イスラム文化保護協会、e、EV は、ファーティフイコールモスクという名のモスクを有している。このモスクはドイツで、最初のミナレットを有するモスクである。アレビーハコノタベルルには、約100人のアレビーハ信者の家族が住んでおり、ハムのアレビー文化協会に属している。ユダヤ教百三十八年十一月九日の、 排斥運動まで、ベルルのユダヤ人はシナゴーグを有していた。この礼拝堂は、ユダヤ人組織によって建設されたものであった。戦後、ベルルのユダヤ教信者は国ずかであり、シナゴーグは再建されなかった。シナゴーグの跡地には、現在病院が建っている。その前の広場には、記念碑が建立されており、公式に、シナゴーグ広場と呼ばれている。 ベルルのシナゴーグにあった細部は救出され、ドルトムントのシナゴーグに保管されている。市内にはユダヤ人墓地がある。水晶の夜に破壊されたベルルのシナゴーグユダヤ人迫害水晶の夜が明けた朝、ユダヤ人コミュニティのメンバーは、ベルルに住む国家社会主義者や新鋭隊員がシナゴーグに放火し、ユダヤ人の商店や住居を略奪したのを見て途方にくれた。 届け出がなされ、組織化された火災であるとされ、ベルルの警察署長ホーホシュトゥールの命令で、消防隊は撤退した。ホーホシュトゥールは、ゾウスト軍の軍長代理の命令を遂行したので、あった。ユダヤ人を背景に持つ市民に対する迫害は、ユダヤ商店のボイコットの形でそれ以前から、行われていた。1939年3月27日から28日に、かけての夜間に、 多くのショーウィンドウが破壊された。例えば、ベルル住民は、ユダヤ人から物を買わないというプラカードを背につけた2頭のロバにケンパー通りを歩かせたこともあった。また、NSTP 地域グループのメンバーが、シュタイナー通りの入り口に、ユダヤ人とユダヤ人使用人は、お断りという横断幕を貼った。ローザフェルトハイムの食府商店は荒らされ、インテリアが粉々にされた。 ユダヤ人の土地所有者は没収され、土地の大部分を市が買い上げた。ユダヤ人墓地も、かい合うゲンゼフェーデと統合され、ベルル市の所有となった。この頃、大人数を集める、反ユダヤイベントが開催された。ゲルマニアザールでは、ガウ指導者フェッターが、人種問題、世界史の鍵というテーマで講演を行った。ホールは、満員となり、公演は、熱狂的な喝采で、 たびたび中断された。しかし、ベルルにも傍観するばかりではない市民が一定数おり、特にカトリック住民は公的にあるいは内密に抵抗を行った。特に巡礼協会や閉鎖されたフランシスコ会修道院で活動が行われた。ユダヤ人排斥の結果、かなりの数のユダヤ人がベルルから逃亡し、あるいは様々な強制収容所に流刑され、殺害された。 ベルルの市議会は40議席からなる。第二次世界大戦後の市長を列記する。1999年の地方選挙で、ノルトベストファー練習の都市行政二等体制は廃止された。これ以後、専任の市長が市の代表と行政トップを務めている。図柄、銀字に、端から、端まで達する黒十字。その中に、銀の鍵。解説、銀字に、 黒十字は、旧帝国時代に、ベルルが属していたケルン先帝講領の紋章を表している。十字の縦棒の中の鍵は、ベルル氏の守護聖人で、ケルン大司教の守護聖人でもある聖ペテロのアトリビュートである。この紋章の最も古い要例は1503年に見られる。流通業、コンワール2013業用地に転用された旧軍事施設アートに、 多くの仲介業者や流通業者がベルルで設立され、あるいは、よそからベルルに移転してきた。アウトタイレウンガーは、ベルルに配送センターを有している。ここから、ATU の北部ドイツ支社や東部ドイツ支社及び、インターネット注文者に商品が配送されている。作業用車両や、自家用車の大手販売店、オイロパートは、ベルルから、ドイツ全土の支店や、 大口顧客に車両を配送している。食料品ディスカウント店、アルディノルトは、ベルルに、地域支部と、中央倉庫を有している。工業シュトックマン兄弟オルガン製造会社ベルルの、雇用市場にとって、重要な企業が、500人以上を雇用している、スタンダード金属工場 GMBH である。世界的な名声を得ている会社が、ハインツケトラー GMBH&CEO。CO KG である。この世界中に死者を持つコンツェルンはドイツにその重点を置いている。ベルルにはメルシ工場、ゼネルン大愛イイ工場、ゼネルン大通工場、KWK 工場がある。メルシ工場には大型倉庫、縫製工場、開発部門がある。このコンツェルン及びその他の製造所の管理、運営部門はベルルに近いエンゼにある。 ヨーゼフ・マービック合成樹脂大カスト工場、GMBH&CO、KG は、ベルルゼネルンに230人の従業員を要し、合成樹脂から大カストを製造する工場を有している。シュトックマン兄弟オールガン製造会社は1889年から存在している。アンドレアス・シュプレンガー造船所は、内陸水域用の個人向けヨットを製造している。 ベルルビューデリヒには、金属製家具メーカーの、ビルヘルム・レッフェルマン &CEO、KG や、製鉄、製工工業向け耐火セラミック製品メーカーの、シュタフェルマンがある。小売業、トゥルフロン家具は、売り場面積48,300平方メートルの、ドイツ15大家具店の一つである。家具の他に、照明器具、カーペット、内装用製品、家庭用品を販売している。 オランダのディスカウントショップ、アクティオンのドイツ本部がベルルにある。ここはドイツで最初にオープンした支店の一つでもある。ベルル貯蓄銀行銀行ベルル貯蓄銀行はベルルに本社があり、ベルルビューデリヒ、エンゼ、ビッケデに営業所を有している。これはベルル市とビッケデ及びエンゼの貯蓄銀行目的連合である。ヘルベーク国民銀行はベルルに支店、ベステンネンに 営業所を有している。ドイツ銀行もベルルに支店を有している。1947年まで本市には人海処理場がなかった。発生したゴミは家庭の焼却炉などで焼却処分されていた。灰や残ったゴミは穴に埋められた。これが悪臭や害虫の温床となっていた。穴は年に何回か掘り起こされ、ゴミは運搬車でネハイマー通りやブルーメンターラー。 米区のゴミ集積所に運ばれた。市議会は1946年4月12日に全会一致でゴミ処理、再利用のための人海処理場を設けることを決議した。広域道路本市は東西に走るアウトバーン44号線に面している。アウトバーン445号線はベルルとザウアーラントとを結んでおり、ベルルジャンクションで A44 号線と交差する。 ベルル市内には4つのインターチェンジがある。ベルル、北 IC、ベルル中央 IC、ビッケで IC、ベルル、南 IC。この他に、連邦道 B1 号線が、歴史的な交易路であるヘルベークをなぞって、本市を通っている。また、B63 号線がハム及び、面電を結んでおり、B516 号線は、メーネゼイ付近でザウアーラントを横切り、ブリーロンに至る。 ベルル駅鉄道、ベルル駅とベルルベステンネム駅は、鉄道ドルトムンと、ウナマイナスベルルゾースト線の駅であり、月曜日から金曜日までは30分間隔で、土日祝祭日は1時間ごとに、レギュオナルバーン RB59、ヘルベーク鉄道が利用できる。ベルルは、ルールリッペ交通共同体の交通地域に一致している。バスベルルには、多くのバス路線があり、 いずれもベルル駅を終点としている。バス交通は4本の主要路線、3本の都市、交通路線、多くの学生用路線で構成されている。そのほとんどの路線は、ルールジークバス交通 GMBH によって運営されている。ルールリッペ地域交通 GMBH も3路線を運行している。また、ハムに本社を置く、ブライテンバッフ派交通会社も1路線を運行している。 ベルル刑務所国、州の期間約900封鎖のベルル刑務所は、ドイツ最大級の刑務所の一つであり、その敷地面積は約10ヘクタールである。さらに3ヘクタールが追加購入され、2006年から拡張工事が行われた。かつて、プロイセン王国中央監獄として2年間で建造され、1908年7月1日に運用が開始された。 第二次世界大戦直後この刑務所は悪い評判が立った。この刑務所は連合軍刑務所となった。アルベルト・ケッセルリング、エイリヒ・フォン・マンシュタイン、エイバーハルト・フォン・マッケンゼンといった行為の司令官がこの刑務所に長いものでは1950年代まで収監されていた。コンラート・アデナワーはベルルデのシレジアの巡礼の際に釈放に尽力した。 ベルル区裁判所ベルルは、区裁判所の所在地であり、州有企業、シュトラーセン NRW のアウトバーン管理局の所在地でもある。基礎家庭学校旧本家庭学校ペトリ本、家庭学校は2014年7月31日に閉校した。残っていた生徒は、オーバーベルカ本家庭学校で卒業資格を得たが、この学校も2017年7月14日に閉鎖された。 これ以後、ベルルに本家庭学校は存在しない。実家学校私立実家学校は2017年7月1日に閉校となった。ゼクンダーシューレ・マリエン・ギムナジウム・ギムナジウム、ヘドビヒドランシューレ擁護学校、ベルル市民大学その他の教育機関本市の最も有名なスポーツクラブは SC プロイゼン・ベルルである。日刊誌、放送も種類の WDR の他に、 1990年7月1日から民営のラジオ局ヘルベークラジオがベルル及びゾースト軍全域向けのローカルプログラムを放送している。民族フォーラム、セイバルブルガ主席サイ座教会教会と宗教建築その他の建造物、ベルル城市市立ホールマルクト広場は中核宿の中心を成している。この広場は南を旧市庁舎及び 聖バルブルガ主席サイ座協会、東を巡礼走りか、西と北を現代のオフィスビルが囲んでいる。西と北には、かつては市民の邸宅があった。また、自動車の通行が禁止されている。この広場の南端は、マルクト通りに接している。ゲンゼフェーデ広場は、市壁の外側のメンスター門前に位置している。かつては、家畜の放牧地、特にガチョウの飼育地であった。 現在は大きなイベントや大規模な巡礼の礼拝の会場となっている。1953年にはケルンのヨーゼフ・フリングス・スーキ教・キアデナウアー連邦首相、推定5万人の故郷を追われた人々が参加した、いわゆるシレジアの巡礼が行われた。ベルルのクワパルクは第二次世界大戦までベルルにあった当時場に由来する。クワパルクはベルルの 塩泉の当時客の散策に利用された。現在はベルル市の緑の灰となっている。新たに作られた市場化装置を備えたこの公園は、その他に菜園に用いられた木製の構造物や復元された生園小屋がある。生園小屋の中では、ベルルで何世紀にもわたって営まれてきた生園について説明がなされている。かつてベルルの生園業の権利所有者で、 独占的に声援を行っていた人々は、世襲声援業者と呼ばれ、1432年の文書に基づき、1708年に皇帝から帝国貴族階級に除せられた。声援の権利と貴族階級は世襲であった。14世紀末には、世襲声援業者は48家族あった。この声援業者数は16世紀末には8、家族にまで減少した。 このうち、リリエンケとパーペンケは、現在も存続しているが、それ以外は、男性後継者がなく断絶した。ベルルの公園墓地公園墓地は、1850年に、市の南東部、ブルフ製、パン工場の隣に設けられた。1850年7月30日に、アルテラウネ司祭がこの墓地を性別した。ここは、町の安息の場であり、 ベスト・ファーレンで最も美しい墓地の一つに数えられている。この墓地は埋葬文化と造園学的造形の変遷の一例となっている。埋葬地近くに植えられたトネリコ、黒部、カエデ、様々な種類のモみは、その一部が保存されているが、装飾豊かな格子で囲まれたかつての家族簿の大部分は撤去された。バート号で滑るクルクー劇団と共同で、 演劇上演が私立ホールで定期的に行われている。また、ザルツバフハビューネ・ベルル EV という名前のアマチュア劇団が1996年から毎年マリエン・ギムナジウムの行動で演劇作品を6日間上演している。保護文化財に指定された駅舎内にバーンホーフ・ベルルの名称でイベント・祭事センターが設けられている。駅はベルル市のサークル、ベルルの文化。 EV、不動産所有者の GWS、実施者としてのベルルコルピング教育会の協力により2005年9月からベルルのもう一つの文化の中心となった。この複合体は、地下には、切符販売所、屋根裏階には、鉄道模型が置かれた、ベルル鉄道愛好会のクラブルームが設けられている。上階には、ベルルコルピング教育会の事務所や、セミナールームがある。 環境形成が現在取り組んでいるプロジェクトである。ベルル音楽文化 EV はバンドフェスティバルバンズアラウンドベルルを開催している。このフェスは地元のバンドに大勢の聴衆の前で自分たちの音楽学作品を演奏するチャンスを与えている。メップケンブローとこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。